はい、今日は私が金曜日にレギュラーで中継をしています金曜中継土日に GO というコーナーの現場に今来ています。こちら生放送なんです。もうすぐ本番が始まるんです。今日はですね、多分出ますが、もう終わっちゃってるんですけど、これ見ている方は放送終わっちゃってますが、今日のバレンタインフェアでね、ちょっと来てるんですよ。後ほどその生放送でお伝えしたチョコレート、皆さんにもご紹介します。では生放送始まりますので行ってきます。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おかえりです。さあ今中継が終わりまして、朝日放送7階にいます。はい、今日の放送を見てスタジオにいた古川先輩と、あと森川デスクにお話をちょっと総評いただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずは私古川から、はい、いや美味しそうでしたね。美味しかったです。美味しそうだっただけに、うん、はい、一個気になったのが、はい、王様のチョコレートを一食締め食べた時に一つ目ですね、ふとフルーティーな味ですって言ってて、はい、ああそうなんやと思いながら、何のフルーツの味かめっちゃ気になった、はい、それ今日聞こうと思って。具体的に何の味がしたん、あれ。フルーティーやったんやろ。南国系なんですけど、あ、何かと言われたら難しい感じです。あ、でも南国系ってすごいイメージつくから、あ、それ言ってほしかったなと私は思います。確かになるほど、ズバリでした。私から、はい、今日でも北条くん良かったと思いました。っていうのもやっぱりなんか女性が多い現場やったからか、結構テンション高めで、まあ、否定はできないです、ね、そこは、はい、ニコニコずっとしてたんで良かったと思います。はい、ただまあなんか一箇所言うとすれば、ただなんかバーのところ、お酒のとこですね。なんかああいうとこ行ったら、まあちょっとなんか大人の男性っぽくやってみるとか、なんか少しリポートの中でもちょっと顔を変えたりしてみると、より見てる人も楽しめるかなと思いまして、ちょっとまあリポーターやけど俳優になったつもりでやってみるとか、ちょっと自分なりの演出を、ある意味背伸びしてたけどな、頑張ってウイスキーの匂いを感じ取ろうとしてたけど、うん、ちょっとなんか ねまだ北条らしさ残しつつやったんで、たまには多少ね、なんかこう使い分けてより伝わりやすく、うん、そういう風にちょっともう的確なアドバイスをいただいたので次の中継から生かしていきます。頑張れ。ありがとうございました。お願いします。じゃあ手入れてくれますか。はい、どうぞ。お前振っていいですか。うん、僕はここできたチョコレートですよ、はい、中継先でもう一回中継先で僕が一番おすすめのチョコレートを買ってきました。お、ぜひお二人に食べていただきたいと、ご賞味ください。気が利くね。古川さんが持ったものが、このシャンパンが練り込まれているチョコレート、ほう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 、古川さんが持ったものがビールが練り込まれてます。ドイツのチョコレートです。いただきます。古川さんのやつは放送では出ていません。どうですか、どちらからいきます感想。うん、え、すんごい、あのね、外側のチョコレート固めで、中はクリーム状になってて、こ、うん、のクリーム状のところにシャンパンがギュッと詰まった感じ。飲んだような風味しますよね、もう。ちゃんとね、あのアルコールのふわっとした感じも残ってるね。ビールどうですか。北条の愛を感じます。感じましたか。酔いました、酔いました、森川さん、酔いました。そっちの方がいいですね。お二人とも今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。